や、いいですね。タッチと自分のその思ってる感じとそのリンクがすごくうまくいくというか、とってもナチュラルにずっと弾けるというか、それでダイナミクスも弱いところから強いところまで、ここまで追従してきてくれるのが本当にありがたいなと思って、これまでいろんなデジタルピアノでこう届かなかったところまでいけるような感じと、やっと出たなっていう感じで、すごい嬉しいですね。新しい音色もちょうどこう、なんていうの、こう自分の喋りたいことが喋れるというか、そういうこう聞き手に届きやすい音色を持ってるなっていうところがあって、エフェクトのなんかノリがいいなと思って、あ、こういうふうに反応してほしいなっていうと感じにいつもちゃんとなってくれるのが、なんか見事にできてるなっていう感じがありました。どれもこういう音が欲しいなっていう時のその音にボタンを押しただけですぐ最初になってくれてるのが、音切れしないじゃないですか。はい、これすごい便利だなと思って、しかもかなり細かいところでも音切れしないというか、例えばパネルを中心にこう見ながらどんどんいじくる形で演奏してる時に、操作の急な変更でも違和感なくちゃんと音が出せるっていうのはありがたいなと思いました。ステージピアノは、僕にとっては、やっぱり生ピアノのフィーリングをどうしても求めたいところがあって、それに限りなく近いところに来ているなというと、それにプラスアルファでエレクトリックピアノのサウンドやシンセのサウンドも同じようにこう気持ちいい状態で弾けるようにセットアップされてて、そのセットアップされてるサウンドをこうパッと切り替えてこうストレスなくいろいろできるようになってるのが大事かなと思うんですよね。でそれがどの音色弾いても気持ちいいし、どのコンビネーションにしてもいいサウンドでこう届けられるっていうのが、まあようやく出たかなというところがあります。これから弾いていくのがとっても楽しみな感じですね。